悪くなかったっぽいんで。へ？マジで？あ、ツイキャス保存。あ、そうです、保存されてますよ、先週のって。中身が入ってました。保存して公開してもらいました。あ、はい、いける、じゃあ大丈夫か。やばい、開始したいけど。声出し、大丈夫。あ、あ、あ。帽子の上から。あ、大丈夫ですか？どれ、これ。は、は、は、来てんのか。あ。聞こえます？これ聞こえます。大丈夫ですか？え、高める？あ、あ、あ、マイクチェック。はい。で、サンチェス。サンチェスマイクチェック。1分切ってます。サンチェスマイクチェック。はい。リトミ。あとカメラアングルが。マイクチェック。マイクチェック。あと2分。今日の景色が綺麗ね。もう早さや。入ってるのかな。いいか。あと30秒です。もういいんですよね、声。いきます。はい、チーズ。はい。よろしくお願いします。カメラちょっとこうできます。あ、じゃあ自分の方にちょっとこうできますか。10秒。ありがとうございます。3、2、1。エビックのえびっくりラディオ。さあ、今週も始まりました。金曜の19時に私たちのびっくりで皆様をもってなし、映像会社エビックのびっくりラジオ。この放送は毎度おなじみ高見とバナとひとみんとはいさいさいサンチェスでお送りいたします。さあ、始まりました。今週のテーマはびっくりしたお話となっております。わお。40回目の節目を迎えて原点回帰。わお。皆さんよろしくお願いいたします。わお。ということで、あなたの栗びつ天行ぬエピソードを聞かせてください。よろしくお願いいたします。はい、今週の月1コーナー、私ひとみんが担当させていただきます。この歌なんだ、気まぐれソング。あの名曲をひとみんがメロディーが虫で歌います。あなたは正解できるかな。はい、番組へのリクエスト、コメント、感想はメール avic@fmgilowan.com avic@fmgilowan.com までお願いいたします。またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送でもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワンのホームページをご覧ください。なまなまはい、この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション、有限会社 AVIC、 片枠解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りします。BGM 大丈夫ですか。バナさんちっちゃくなかったですよ。なんか声がちっちゃい。 BGM がすげえ。ちょっと声、バナさんちっちゃいですか。うん、はは、はは。皆さんこんばんは。こんばんは。はちゃんとホミーさん、こんばんは。沖縄軽いなーということで。サワラの心さん、ね、こんばんは。綿あめ食べると手がむちゃむちゃするよねって。全然かけないね。今ね、話題ね。相変わらずや。ありがとうございます。なんて？え？なんて？あったあった、シャツサス。はちゃんとホミーさん、はちゃはちゃはちゃ。パチパチでしょ。パチ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 。ハチ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 。恥ずかしい今の。これぐらいも分からないって。ハチハチハチ。なんだろうって一緒。デジ恥ずかしい。何の電話番号よ。一緒にハチ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 。あ、パチパチね。パチパチですね。さすパン。三分。あと10秒。恥ずかしいわもう今の。言わんければよかった。本番で言ってほしかったな。FM ギノワンから 79.7MHz でお送りしております。 AVIC の A びっくりラジオ、今週のテーマはびっくりした話です。番組へのリクエスト、コメント、感想は avic@fmginowan.com avic@fmginowan.com 許して
うるさいよこんなのは。ダメよね。そしてビデオダビングの ABIC から ABIC 商品券1000円分の3名様にプレゼントいたします。やったープレゼント希望の方は名前、住所、件名にプレゼント希望と書いて abic@fmgnon.com までよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、はい、皆さんちょっとね台風が当たりそうでしたが、ギリギリ当たらず、ね、それちゃいました ね、 ね、ちょっと台湾の方では、うん、超大きい台風らしくて、うん、今ね、ちょっと初の台風第一号ね、あ、そうなの、大きいだろうなと思ってたんだけど、台湾でん、あ、もう、先島諸島に、まあ、ぶつからずにそのまま台湾の方にされたんですけど、うんうん、一応1号と換算するんだ。あ、いや、もう発生の順番で1号って名前がつくらしくて、うんうん、おー、びっくり、レイディオ、無理やり、レイディオ、無理やりびっくりした話で繋ぎをしてそうですね、別にこだわらなくていいと思うんだけどどうしました今日ごめんね、なんかいやいや、全然大丈夫ですよ。昨日七夕でしたけど、はい、ね、七夕見れなかったですね、外、七夕は見れなかった、あの星が見れなかったなって、天の川がってこと、そうそうそう、天気悪かったから天気、あ、悪かったね、全然雨なかったわ。だから昨日雨ですよね、ちょっと天気悪くね、七夕だよ昨日、お願いしました。俺もうやってない、そんなの。あ、そっか、ちょっと待って、今週のテーマ七夕じゃん。なんでびっくりした話してんだよ。ちょっとフリー、まあ、ちょっとフリーの、ね、トークしてもいいですか、最初ぐらい。あ、そっか、七夕か。そう、私 ABIC ラジオがもっと面白くなりますようにってお願いしましたよ。本当だね、しましたよ、ちゃんと。結婚とかじゃないの？名前ってない、俺も知らないですね。明日クーラー取り付け業者がちゃんと時間内に来ますようにぐらい。やめとけそのお願いは、すぐ叶うから。来ないんだよ業者。全部守らないんだよ。年に1回はそれで使うなよクーラーね。一応私うちもクーラーないから。マジ？そう、今は風通しがいいけど、うん、台風来た時どうしようって怖い。やばいね、締め切っちゃうからね。そうですね、やばいね、うん、ちょっと開けとくわけ、2ミリぐらい、2ミリぐらい、カーテンがすごいことになるよ。ただ2ミリで。じゃあやらないで。しかもうるさいよね。うるさい。なんだっけ、るんじゃん。閉めよ。閉めよってやってないし。コメントどんどん来てますよ。はい、し。ハッチーさん、こんばんは。こんばんは。明るいな。明るいね、確かに、うん。この時間でも沖縄は。まだまだ明るいです。7時半ぐらいですかね、日没は。半、20分ぐらいかな。いや、8時まで行きましょう。8時まで行け、出せましょう。俺に言っても俺は何もできない。8時まで行け。8時まで行きましょう。行けますって。サロの心さん、願い事は歯が染みなくなりますように。あの、歯科医、歯科医言ってくださいね。なんか寂しい願い事ですね。切実だね。みんな結構現実的なお願いをする方が多いんですかね。要はちょっと大きな夢ね、書く人もいれば、ちょっとね、はいはいはい、さっきみたいにサンジャさんみたいにクーラーの結構リアルにもすぐ叶うことね、日常生活のね、はいはい、でも七夕意識してない人は、うん、大体日常生活のお願い事してたんじゃないですかね、その日は。そうだね。七夕意識してなかったら多分ね、願い事のこと忘れてるんですよね、うん、俺全く忘れてました。七夕だっていうのは覚えてますけど、うん、お願い事しようっていうのは全然覚えてない、うん、ないな。大人になると忘れちゃいます。ひとみ本当に書いたんですか？書いてはいない、お願いしただけ。書こうぜ。だって書くところがなかった。ない。書いてあるカーテンのレールにかけとくわけ。体に掘れ掘れ。どういうことかよ。掘れ掘れ。そしたら一緒の願いでもうね。そこまではちょっと背負えないな。墓場まで持っていこう。サウロの心さんが超現実的なこと言ってる。なんですか？シミテクト買ってこよう。早く行け。今日行け。すぐ多分解決すると思う。比較的早めに。すごい、なんか本当にサロの心さんすごいですね、本当にシュールですね。シュールですよね、いつも、うん、ありがとうございます。こういう面白いコメントくれるリスナーさん増えるといいですね、うん、はい、お、まあ、ちょこちょこ、うん、ね、あのフリートークしますけど、うん、はいはい、とうとう、うん、バナさんが、うん、瞳の舞台を、そうだ、練習の土日見て、もうネタバラシしていいんですか？いいの、喋ってもいいんですか？こっちで。これ内容は喋っていい。もう内容は喋ってもいいんですか？もう二度とやらないっちゃう、同じ。やらない、じゃあ、楽しいですよね、本当に。まずバナさんのちょっと感想を聞かせて。あ、いいね。ぜひ聞かせてください。はい、どうでしたか？そうですか。どうでした？あの、女優ひとみん、どうでした？どうでしたって聞いて、言いにくいですよね、でも。なんか。あ、でも面白かったよ。あの、うん、本当に、うん、あの、ひいき目なしで。本当ですか？ひとみん的な出来はどうだったんですか？その日の出来っていうか、そのバナさんが見てた時の出来。あのね、はい、
最後のラストシーンがすごく良かったって言われた日だったんですよ。ラストシーン、あの私が、うん、まあお母さん役なんですけど、うん、はいはいはい、ステーションの中のありましたね、ね、子供を抱くんですよね、はいはい、ごめんなさいってああはいはい、いるとこはごめんなさいって、あのシーンはすごく良かったらしくて、うん、ただその後の和解する、山を越えて和解するシーンで、うん、まさかのこの人が忘れるはずないだろうっていう人がセリフ飛んじゃったんですよ。結構重要なセリフだったんですか。そうそうそう、これないと、まあ進まない、会話力なので、はいはい、1個抜けると進まないんですよ、はいはい、で一瞬あれ私みたいな感じ、ああもう全くセリフ抜けたことも覚えてないっていうか忘れてた、全く忘れちゃった。こういう時誰かがフォローするの。するんです、フォロー、どうにか進んで顔に出さずに進めて、はい、まあ、結果的に分からなかったってバナさんも言うぐらいだったので、ああ、うん、あ、じゃあもう完璧さも大丈夫だったと思うんですけど、ね、舞台の魔物を倒したんだね。舞台には魔物がいますよ。知らんですよ、スルーしたんですよ、その倒されて。知らんぱ、知らんぱでしょ。そうそうそう倒してないですよね、倒して忘れてるから。あ、まあでも変な間みたいなのは多分ちょっと感じたとは思うんですけど、ね、ちょっとは、うん、あれが舞台のね、いいところでもあるし、うん、悪いところでもあるけどね、うん、時には不甲斐ない時もありますけど、うん、でもこういう 生のライブ感というのを、生ものね生の人間が演じてるこの空気感とか作るもの、うん、で見て、見に来るお客さんの客層によってもやっぱ違うものになるんですよね、はいはい、同じ内容でもそれを楽しめる方だったらもうすごいですね、うん、2回見に来た方もいたんですよ。ああ、そうなんですか。そう、また見たいってことで、はいはいはい、2回見に来て、このなんていうのか、昼と夜でまた違うんですよ、はいはい、このテンションとかも違うし、うん、やっぱ面白かったって言ってもらった。よかったね、うん、よかったです、本当に。これあのシーンが好きだけど、あのチンコエマージェンシーのシーンが好き。ああ、そっか、この野郎、この野郎。そうそうそう、1番こう一番っていうの、いや、なくて、多分30代でしたっけ、そうですね、唯一の男性キャスト、はいはい、金城さんでしょ、そうです、ね、生徒役か、はい、あの子の配役絶妙だよ、絶妙っすね、生徒役いや、なくて、あの家庭教師の人でしょ、そう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 、はいはいはい、先生です、先生、そう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 、先生の生徒役の女の子、うん、はい、あー、島袋さんっていうの、あー、あの10代のアイドル、はい、あの、はいはい、微妙感すごい好き。何ですかね。見てない人は分かんないかもしれないですね。あの、この私が出たジェネレーション5っていうのは、あの、まあ、タイトルの通り、はい、10代から50代の出演者がいるんですよ。はいはい、キャストがいて。あ、じゃあ20代の人、うん、20代違うか、あの人は30代です。30代、20代の子はあの携帯いじってる女の子ですよ。ああの、ポインニーテールじゃなくてツインテール、はいね、ツインテールの毒舌キャラで、はい、あの、はい、綿貫さんでしょ、そうです、そうです、最後バトルを繰り広げる、あの大役を果たす人なんですけど、はいはいはい、10代の、 あの若い子ですよね、そう、バナさんが言ってるはいはい、はい、いいキャラしてました。いいキャラ、でももうこれね、ちょっと細かく喋ったらね、で多分全部喋らないと分からないですからね、分からなくなっちゃうんだよね、だからちょっとあれですけど、うまくラジオでちょっとね、よかったんです、ね、はい、舞台がすごい、思ったより良かったじゃないですか、うん、どこで見たんですか、真ん中で見たんですか、あ、もう後ろの端っこ、そう、一番後ろの端っこ、後ろの端っこ、自分たちど真ん中で審査員みたいに面して目をしたんですよ、俺もマスクして、うん、もうちょっとバレないようにちょっといろいろメモ書きとかしちゃったりして、もう真ん中にいるから目が合うんですよ、ちょうど私の役的にもうど真ん中をガンと見る、あのドシンと構える役だったんで、はいはいはい、見る方向がこの二人いるもんだからもう心が揺れるんですよ、完全に目線に合ってピクリとも笑ってないですよ、もう笑わないところはもう真顔で見てなんかもうね、ほんと怖い怖い、でもサンチェス最後めっちゃ笑ってませんでした、俺笑ってたよ、なんか最後笑ってたよ、最後、うん、最後なんかどっかで笑ってた気がする、あのシーンも良かったけど、あのさっきひとみんが言ってたシーンでちょっと目頭がうるっときて、うん、絶対涙こぼさんぞと、はい、もう我慢したずっと、ほんと、まあ、マスクもしてるから顔もわからないでしょう、うん、それが俺の狙いなんです。いやでも目立つもん絶対、泣けてましたか、いやいや高見のが目立つって、俺目立たないでしょ、ミニスカートで来てたよね、着てないわ。あ、だったっけ。普
隣は短パン、俺ミニスカートおかしいでしょ。タトゥーの時代なんか違かったかな。サンチェスさんの短パンすごかったね。短パンにハイソックスね、すごい短かった。短い短パンにハイソックス、立ち上がったら下がなんかなんだよ、清掃だぞあれ。俺もだからびっくりしました。バミューダ清掃だ。あ、それこそ本当にキョンキョンピッタびっくりしたお話。バミューダスタイルだ。バミューダスタイルって健康式もああいう感じで行くんですけど、それ聞いてびっくりしたんですよ。みんなにびっくりされますね。上は普通 の、 あのスーツのジャケット着て、下真っ赤な短パンにハイソックスみたいな。へえ、真っ赤な短パン。だからめっカジュアルな結婚式でもいないですよね、そんなね。いないいない。あんまり。だからそれもできるっていうのはやっぱり、サンチェスさんのいいところなんですね。完全にみんなの目線が、目見て、下見て、上見るみたいな。お前かみたいな。変なこいつ。男かいみたいな。変なやつ来たぞみたいな。上カチッと跳ねるのに下だけなんかすごい夏みたいな。下だけ夏みたいな。今後はこれでいこうかなと思って。今日は普通だね。今日普通だよ。うん。本当に。ということで、びっくりした話、どしどし募集しますので、はい、abc@fmgnow.com までよろしくお願いします。ということで、バラさんが、今日曲紹介してくださるということで。そのさっき言った七夕ということで、平井堅と坂本九郎の見上げてご覧の話を聞いてください。いっちゃない。うわ、はい、あれなんで、豚の話するときは、あらすじ言ってからの方が良かった。そうだね。途中で言おうと思ったんだけど、なんか長くなりそうですね。長くなりそうなっていうなんか空気が流れたから、どうしよう。長くなりそうだったので、あんまり内容に触れないで。声でけえな、おい。ごめんなさい。声でかい。でかいですか今日。ごめんなさい。びっくりしたよ。あれボリューム壊れてんのかなと思った今。いや、なんか遠い遠いって言われるから、もう声をちょっと大きくしちゃった。ごめんなさい。いえいえ。それでちょっとコメントもね、来てますので。ワイパーの動き見てたら眠くなる。ん寝ちゃダメ、待って。話しないけどな、その話。はっちゃんのほみさん、今月は土曜日が5回もあるので、今日も夜勤があるのです。あ、そうなんだ。はいはいひんって。言ってないでしょ。バイバイ。聞いてるね。はいはいひんって。はいはいひんって。土曜日が夜勤なんですね。そうなんだ。土曜日が5回もあるので、あ土曜日今日も夜勤があるのです。あ、今月5週目まである。ああ、なるほど。何言ってるか分かんない。カマウサ、カマウサさん。カマウサ、カマウサさん。カマウサさん。こんばんは。一個、写真一個だけど。カマウサさん。なんで一個だ。カマウサさん。これ一個なの？あ、すっぴんの一個だ。すっぴんの一個でしょ。なんで？なんでそんなみんな目悪いの？みんな目悪いんです、あなた以外は。いや、俺は当たり遠そうでしょ。俺コンタクトですよ。あ、そっか。はい。黙ってちょっと。あ、そっかって何が今、何にもなってきちゃった。あ、そっかって。離島育ちは目がいいのかなと思ってた。いや、そうでもないですよ。目いい人と悪い人ね、極端ですからね。極端だね。どんなことやっても目いい人ずっといいですからね。要は、暗いやっても。ね。羨ましいよ。悪いとずっと目悪くなるんでね。また来たよ、サロの心さん。両手を上げながら雨に濡れたい。うん？どういうことじゃん。こういうこと？え？ちょっと何言ってるか分からない。ちょっと何言ってるか分からない。雨に濡れたい。雨止んでますからね、もう。そうだね。あ、綺麗に止んでるよ。無線屋さんの向こうではちょっと降ってますね。曲の坂本九さんのあれがちょっと昔の曲なん、こういったあれなんで、ちょっと音質合わせてるんですね。わざと。歯ブラシはビットインがいいかな。ビットインがいいでしょう。ビットインってあれ？赤いフレッシュのこと？え、違うよ。ビットインなら歯ブラシのことですよね。歯ブラシ。なんと思ったの？やって。ああ、歯ブラシ。合ってる。なんだわ。赤いフレッシュ最後のところ三色綺麗に出ないでしょ。あ、ああ、確かに。あ、三色のやつある。赤いフレッシュまだありますよ。ありますあります。ダイレクトに売ってます。マジか。あれそれもね、ちゃんと上から押したら最後まで綺麗に三色出るらしいんですよ。変なところ押したり。要はほら、ちゃんと上からじゃなくて横でやったりすると途中で確かに混ざって綺麗じゃないらしい。あら、サウルの心さん、メキシコにいるんだ。まさか。ここは雨降ってるよ。いや、信じないわよ。この人分かんない。なるほどね。メキシコだったら両手上げながら濡れたいわ。空濡れたいわ。ニヤニヤしてるのがなんか。ソーシャンクの空にみたいな感じじゃねえんだよ。タコス持ちながらね。トルティーヤみたいにびっちゃびちゃになってね。やだ。美味しそう。びちゃびちゃになったらあれ美味しいですか？びちゃびちゃになったタコス嫌いではない。ああ終わり。ああ
パラ逆にパリパリでもこぼれるからね、タコス。あのでもパリパリすぎたらちょっと違うんだよな、うん、あ、わかります。わかる。まあお店の名前は言いませんけど、すごい巨大なタコスを販売したところがあって、いいなそれ。違う、パリパリなんだよ、うん、皮が全部。もうソフト派なんだ俺は。ソフトシェル派なんだよ。タコスはソフト派なんだよ。はい、タコスはねタコスはソフト派なんだよ。でも CM から。はい、ということで平井堅&坂本九さんで見上げてごらん夜の星をでした、はい、ということでタコスはソフト派です。タコスの話ね、ちょっとあの曲中にしてたんですけど、すいません ね今聴いてる人ちょっとわからないんで、スポンサー紹介したいと思います。はいよ。ということでバナさんお願いします。はい、今週は A ビッグですね。えぇ、うん、だよ。最近疲れてますね。疲れてますね。誰が疲れてるんですか。なんでかというと、バナさん、まあ、まだあんまり明かせないんですけど、何があるんですか。今うちのナンバーワン番組やってますが、はい、新たに新番組を今進行中です。俺と高見のやつマジ、うん、どうしたいきなり。本当ですよね。本当でしょ。何ですか。いくつかあるんですよね。いくつか今進めてて、30秒ぐらいでいいからちょっと、ショートなんかやりたいですよね。ショートショートみたいなやりたい。ショートショートやりたい。一応ね、なんか面白そうこの2人の、うん、やらしてみたいよね、うん、6秒でいいです。何ができるんですか。なんか言わないで6秒でいいです。1回の収録4分割で4週分けて放送してみて。なるほど。コストは分からない。コスト低く A ビッグのところで撮っていいですもん、ね、あ、4分割もやもやする。次ますまでが4つぐらいやるわ。お願いします、バラさん。で、今のところ予定では9月から。9月から予定ですので、その都度情報を明らかにしていきますね。なので今ちょっとね、本当頭回ってないっす、うん、パタパタですね。パタパタです。しかもうちのナンバーも内容も企画もいろいろと新しいのが増えてますね。どうなの。あ、それも言えない。県外出たりとか。県外、はい、この間東京箱根ゆうちゃんと、うん、はいはい。で、先週、石垣おいいですね。いいな。行ってきましたよ。出まくりじゃないですか。もうその模様は来週か。今週はまた違うやつだけど。え、新番組私も出たい。まあ、企画によりけど。俺らも出たいよな。出たい。アシスタントも決まってるんですか。ちょっと真面目なやつ。アシスタント的なちょっと真面目ですか。番組中に売り込みやってるよ。なんでここでしかできない。やめよう。出てえわ。誰が来たいのこれ。出てえわ。やりてえわ。面白そうだわ。1個真面目なやつで1個はちょっと深夜向けかな。ああ、いいですね。深夜向け。うん、深夜向けで。深夜向け？深夜。あ、深夜向け。バッチリやし、俺たちに。はい。いいんじゃない？深夜向け？うん、いいですね。じゃあ、収録も深夜なんですよね。夜。あ、夜だね。あ、うん、あ、もうどんどん来てください、うん、いいね。ティーバックでも何でも履きますよ。タモリクラブ的なね、感じだったらありますよ。今じゃないと思うんだけど。あ、違うんだ。どうなんだ。空耳。まあ、もしかすると出る機会あるかも。あ、結構出すと。いいね、うん、やった。楽しみが増えます。ただ本当に身内のスタッフでやってさせて。この本当に全く大人数で来た緊張してなんか全然面白くない。意外にそうなるのも面白いじゃない。縮こまってもう次ないでしょ。ないな。うん、うん、でもサラの心さんは見てくれるってよ。あら、本当に放送始まったら見るよって覚えてたらね。ぜひ見てください、ね、ぜひお願いします。覚えていたらっていうね、はい、覚えていたら。この一言大事ですからね。そうね、うん、米印ついてる。大事ですから、うん、そういうの、うん、でこうご期待ください。こうご期待です。楽しみです。はい、行っちゃれ。メール誰が読みますか。メール読みますか。私読んで。あ、でそのままあの流れで何を。次フリートークじゃないですか。あ、フリートークで初っ端にあのメール来てるんでそれ読んで、はいはいはい、そのままの流れでそのまま流れで、あ、そっか、あ、で、あの、サンチェスさんが、はい、はい、何？ああ。みんな忘れてる。大丈夫か、おい、これにびっくりだわ。あとね、皆さん、一応、あの、放送聞いてる方は分かるかもしれないし、分からないかもしれないですけど、今、実は一つのびっくりしたことが起こってるんですよ。何？だって、先週、エンディングに告知したんですけど、ああ、そうですね。あの何か違和感ないですかっていう前振りだけはしておきます。それはしておきましょう、うん、ほら、ひとみも気づいてない。なんで？あ、あと10秒。覚えてる。すごい、多分最初から覚えてる。あ、そっか。びっくりするような展開で。FM ギノマンから 79.7MHz でお送りしております。いいよ。エビックのエビックリラジオ。おいおい。今週のテーマはびっくりした話となっております。びっくりした話ね。うん、
びっくりした話を今度募集しておりますので、うん、番組へのリクエスト、コメント、感想は avic@fmgino1.com、avic@fmgino1.com、そして視聴者プレゼント。なんですと？なんと？なんちゅうビデオダビングの ABIC から ABIC 商品券1000円分を3名様にプレゼントいたします。5000円分ですね。もうバナさんも反応できないそんなボケやめてください。元気ない全然バナさんがということで、プレゼント希望の方は名前、住所、件名にプレゼント希望と書いて ABIC@fmgino1.com までよろしくお願いいたします。セーフ。しどろもどろだな、うん、こけそうでこけそうで危ない危ないということで、うん、コメント、うん、メール募集しておりますが、はいはい、メール来ております、はい、何でしょうか、はい、ラジオネームサーロの心さん、ありがとうます。ポロポロ、よい子のみんな、こんばんは。こんばんはでした。わいわい、サーロのサーロお兄さんだよお兄さん元気ですかびっくりした話、あのね、サーロお兄さんのね、会社の先輩なんだけどね、はい、外で電話するのはいいけどね、はいはい、股間のちょうどいいところにね、テントウムシがずっと止まってるのね、いいね、教えてあげたいけどね先輩機嫌悪そうだからね、うん、教えてあげなーいおしまい、はい、リスナープレゼントはネギがいいです。またねー。ないよ、ネギはないよ。ネギちょうどあったよね。え、あ、あります、駐車場にあったよねありました、あったあった、それでいきます。いっぱい入ってたよ、多分それでいきます2通目来てます、うん、お、2通目、あらあら、まさかの、はい、え、読んでいい、まあ、まあ、まあいいですよ、まあいいですよ、ごめんなさい、サロの心さんのメールさらっと流しちゃったまさかのまさかネギで話終了っていうごめん、でもなんかちょこちょこさ、はいはい、高見が突っ込んでたから今日もありがとうございます。いいよ、はい、はい、ラジオネーム、コン、沖縄コンビーフセンターさんからありがとうございます。いらっしゃいませ、ポッポー。お三方こんばんは。こんばんは。びっくりしないと思うけど、うん、夜中窓から侵入してきたゴキリンを見たら、うん、はいはい、我が家は、うん、トタン屋根なので次の日の朝に窓を開け閉め切って、はい、外出して、うん、夕方に帰宅したら、うん、玄関で無念そうに死んでます。なんで暑いってことあ、うん、そのせいか家、私の家では、はい、1年間で2回しか見ない珍しい生き物です、だそうです。やばいね。へえ、何それ、締め切ったら大丈夫、年配の方とか死ぬでしょ多分締め切ってそうだよ、ゴキブリ死ぬぐらいだよ、おじいが死ぬ、そうだよ、どういうこと、やば、危ないよ本当に。でも締め切っ、もう車でも死なないはずだけどね、うん、知らないですよ、ね、死なないよ、うん、よっぽどトタンに囲まれた家なんだろう全てがか、あの、私ね、あの、一度プレハブ住宅に住んだことがあるんですよ、はいはいはい、プレハブ小屋、うん、マンションの屋上に建ててる、あ、はいはいはい、暑い、やばいよね、やばいです、うん、暑すぎてやばい、もう、あの、台風の時なんか壁とか屋根とかすごいガタガタ言う、うんうん、夢見るぐらい、あのドリフの、うん、ドリフ、家がさ、帰ってきて、あんな夢見たことあるウケる、どんだよ、パタンパタンシューって飛んでったの、ちゃんちゃらちゃん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 、音楽は鳴らなかったけどそういうことです、じゃ本当にプレハブ暑いよ、暑い、え、昔通ってた専門学校の一番最上階だけがもう生徒が入らなくてプレハブだったわけ、うんうん、でそこ幽霊が出るって噂があって、あ、で何人か見てる人もいたけど、はい、暑さで幽霊とか出ても、はい、もうそれどころじゃない、はい、暑すぎてだからプレハブ小屋は怖いっていう印象がその時についた。あ、なるほど、もう幽霊ってどころじゃねえよ、暑いじゃなくて怖い、怖いじゃなくて暑いだろ、あ、そっちの怖いなんだ、そうそうそう物音なってガタガタってなったらみんな暑いってなってた。なるほど、プレハブは危険です、うん、そうだ、忘れてたんですけど、はい、サーロの心さん今日誕生日、昨日誕生日、7月7日っていい誕生日だ、すごい覚えやすいですね、7日だ、そうだ、さっきそれを触れようと思ったけど、なんか忘れてるなと思ってたんだ。俺は触れなかったですよ、次のメール行った時、うん、なんか忘れてるなと思って、うん、今日なんかあれ教えてなんか忘れてそうです、なんかそういう段取りなのかな、多分このまま行ってたら行ってます、うん
何か忘れてませんかって、そのままメールもコーナー終わってたら一応高見の顔が忘れてるよって顔してたから高見は顔で訴えかけるから、ちょっと待って、それはそうだろ、ラジオだから俺言葉で言いたくないよちょっと待ってねって顔で今私も言ってましたはい、はい、ごめん、タイミング間違えたと思って、はい、そうそう、サーフの心さん、昨日7月7日七夕お誕生日でした、はい、ということで、なんか誕生日の歌、うん、あげましょうか、まあ、やる、サチューさんやりますもん、ね、やりましょう、ブラスさん、じゃあやします、いっていいんすか、もうはい、いいですよ、ワン、ツー、スリー、フォー、シュビドゥバン、トゥバタ、シュビドゥバン、タバタ、シュバトゥバ、トゥビドゥバン、バババババン、ドゥクルタン、バババジュン、ドゥババドゥクルタン、バババババ、うどん、そば、ババンブルタン、ドゥタタ、ドゥクルタン、タラタタン、クルタン、タラタタ、おめでとうございます、入ってないよ以上です、名前言った、あ、言いました、シュビドゥバの間にマジで織り混ぜてるんで、いや、そばうどんでしょ、いや、そ、あ、聞き、なんでそれ、いや、俺言って、言ってないよ、それ、あ、そう、え、こわ、こわ、そば、はっきり聞こえたけど、すっごいしっかり聞こえたけど、怖いわ、しっかり練り、そばとうどんみたいに練り込んでたよ、ちゃんと、ね、サウロの心さん、CD にしたいって嘘でしょ誰が買うんすか、こんな歌超短いでしょ、そしてケインさんからめっちゃコインもらってる、ありがとうございます、ありがとうございます、めっちゃコイン来てるということで、サウロの心さん、おめでとうございます、おめでとうございます、七夕誕生日、ネギあげます、ネギね、うどん、うどんそば、ネギうどんそばはちょっと自分わからないんで言ったよね、ネギはあげます確か自腹で、自腹です。じゃあ行きましょう。そうなんですよね。ケインさんからコメント来てますよ。あ、何でしょうか。ケインさん、え、だ、どうもかなり遅くなりましたが、グッドイブニング。グッドイブニング。グッドイブニング。あ、ひとみさん、先週の舞台、はい、カラオケグランプリ予選と日程重なって見に行けなかったっす。カラオケ予選？そっち優先なんです。カラオケ予選？ケインさんが出たの、出たのかな、でしょうね、出てるね、そういうの、あ、出るんですね、でしょうね、ね、あ、なんか意外ですね、うんうん、ぜひ聞いてみたい、何でも挑戦する、ね、何やるんだろう、うん、え、何のグランプリ出たんですかね、うん、どこのグランプリ出てる、教えてください、そこまで教えたらさすがにバレんじゃない結果どうなったか、あとね、てるるるさんがコメントに載せておりましたが、素晴らしいコメントが来ました ね、マジで、ありましたよね、そう、こんばんは、ゲストに逃げられたやっとお気づきでしょうかクリビツ天魚でしょ、はい、これこそ、これこそびっくり、ドタキャンです違います嘘ですよ、違いますよ、イメージ悪くなるから、嘘ですよ林泉さんと中地早見さん、はい、あの諸事情によって ね、うん、ゲスト諸事情ね関してちょっと延期です、まあ、あのいつか出てくれますので、うん、気長に待っててください、待っててください、うんうん、楽しみにしてたんですけど ね、もう2人来たら座り位置どうしようかも ね、すごい悩んでたのに、初の俺がミキサーを見学するっていう、一人立ち見っていう、うん、嫌でしょ、マイクそろそろでいいんだよ、ね、レポーターでしょ、ミキサーのレポーターみたいな感じでしょ、あ、女子トークできると思ったんだけどなまだ次までね、そうなん、女子トークちょっと欲しいでしょ、うん、ね、そうやろうか、俺らできますよ、俺らできるよね、岡幕町で一回喋りましょう、次岡幕町でとかじゃない、女子トークはできるんだよ、俺らは行くわよ、じゃ喋れないよ。誰それ？誰だろう。ミスターボンクレじゃないや。ボンクレ。やめようやめよう。ということで、無理やん、バラさん、またもう一曲あるということで、はい、ぜひぜひ曲紹介。まあ、うん、まあ、七夕ということで、はい、父をもげ。いいね、織姫と彦星ね。はいはい。分かんない、どういうつながりなんですか。一年に一回しか会えないからね。これ懐かしいな、あ、那覇祭り、私今年で冷蔵庫ネタ、何、私カラオケのやつ、そう、那覇祭りので、だから出たらなんかもらえるんですか、うん、テーマ、東京のテーマパークの招待券、あ、へぇ、CD デビューとかそんなわけじゃないんだ、私が出た時はあったよ、あの CD デビュー、へぇ、特典優勝、リッケンさんのが審査員で来たときだったので、CM ソングで、へぇ、この歌何？え、この歌めだ、この歌前のやつ、うん、そうそう、前のやつなんか使ってましたね、これサンチェさん歌えそう、うん、やりそう俺はモグホーがやりたいな、モグ、モグホー、父をモグホーほっぺにつけて、なんかね、なんかなんだっけ、あれ小太りじいさんみたいになりたいの
はい、おっぱいを。おっぱいをほっぺたにつけたいってこと。小太りじいさんの悪い方はつけられますから。もう一個ブラジャー、お兄ちゃんはブラジャーつけないと。いやだから顔面につけるんだから。マスマスみたいになりやしない。そしたら、 だから離れすぎたら整形でバレるんで、できるだけもうより近めに、ね、あの鳩みたいにもポッポッ、鳩みたいに鼻の横にポッポッポって。多分やばいはずよ、この顔。すげえ膨らんでるあいつの顔。怖いはずよ、本当に。クルックルックじゃねえよ。クルックル腹減ったわ、もう。想像したらめっちゃ面白い。腹減ったね。龍角散食食べます。どうぞ。それ、味あるの、龍角散って。龍角散、味ありますよ。甘いの。甘いっすね。シェーム開けたらそのままコーナー振りますね。イエス。あ、そうだった。はい。やばい。舐めたらダメですよ。歌えませんよ。あ、だらだら、はい。やだやだ。やだやだ。やだやだ。なんでよ。いやいや、捨てるのもったいないでしょ。クルクル。ちょうだいよ。クルクル。いいよって言ったらどうすんだよ。いいよって言ったら俺が CBB だって。クルクル。マジかって。クルクル。クルクルじゃねえ、うるせえわ、お前。俺、鳩だったら食べてるよ。落ちたら。鳩なんで首動かしながら歩いてるかわかる。ハトって首動かして歩いてますよ。首、本当に。あれ、ニワトリだって。やばい、この曲なんでこれ。わかる？鳥全部ですか？そう。はい、わかんないです。何ですか？人間が腕振るのと同じで、バランスをこの首で取ってんだって。この曲聞いたら忘れそうだし。へぇ、さっきの流れからまさかのこんな真面目な話。びっくり。はい。くだらねえ。この歌もくだらないし、もう。もう全部がくだらないわ。あ、やばいやばい、漏れてる。流れた今。流れたぞ。ネタバレだぞ、今の。じゃ本番に練習しないでね。一応。あ、なんでも。流れてる流れてる。誰だ今の。誰だ今の。あ、漏れてる漏れてる。漏れてる漏れてる。はい、あと15秒でーす。今年のカラオケグランプリも優勝したには大手テーマパーク入場券、航空券プレゼントがありますと。ぜひあの送ってください。一人出なかったんだ。うん。でも私本線まで行ったことありますね。やば。はい、ということで、パルコ・フォルゴレさんの父をもげでした。いい響きだ、父をもげね。もぎりたいね。もぎりたいね。ということで、この流れで、ひとみんの月一コーナー行きたいと思います。なんでしょうか。ひとみんですよ。うん。ひとみんですよ。どうぞ。この歌なんだ、気まぐれソング。ソング。トゥピトゥピトゥパ。バスで終わりましたよ。はい、久しぶりに来ました、このコーナー。久しぶりですね。来ましたね。はい、誰もが知ってるあの名曲をひとみんがメロディーガンムシで歌います。一体何を歌っているのか皆様に当ててもらうというコーナーです。はい。コーナーに集中してくださいね。誰に手振ってたんですか。歩行者です。なんでよ。あのランナーさっき行って今帰ってきてる。はい、いやいや、なんでラジオ集中してたんですか。すいません。ファンサービスがいいですね。ありがとうございます。見てないよ。視聴者にサービスしろ。すいません。はいはい、このコーナー知ってる人はもうおなじみだと思うんですけど、はい、初めての方に説明しますと、はい、名曲、多分誰でも知ってる名曲を私チョイスします、はい、それを歌詞はそのままでメロディーを適当に私が、はい、ガンムシで、ね、そうガンムシで、まあ、違うメロディーで歌います。分かりにくいね。それを分かりにくい。ガンムシしてるから分かりにくいね。そうそうそう、意外と難しいんですよね、これ。で、これは曲名と歌手、はい、歌手、まあ、曲名だけでもいいですけど、はいはい、ぜひぜひツイキャスで、うん、答えて、参加して。あ、そっか、見たらダメなのか。そうそう、で、そっか、あれだ、歌詞検索しちゃダメです、うんうんうん、そうそう、注意点としては。歌詞検索しちゃダメと、わかりました。あと手元に、はい、その歌った歌詞をそう書いて、それを見て考えるのもダメですね、はい、絶対すぐバレちゃうんで。わかりました。はい。承知しました。そう、耳で聞いて、はい、考えて答えてみてください。行きましょう。行きましょう。ということで、まず第1問いきます。ティリン。会う時にはいつでも二人た、ごめん、いつでも他人の二人。ごめんって歌詞が。ごめん違う。待って、まだあるんですよ。もう一回最初からいきますか。あ、どうぞ、はい、してみよう、はい、ちょっと長めです、うん、はい、いきますね。
会う時にはいつでも他人の二人ゆうべはゆうべそして今夜は今夜くすぶるような指で僕らの数も一から数え直してそして初めての顔でお互いにまたも燃えるの。はい、長めでしたけどちょっとね本当に長い。これ知ってるかどうかっていうところ、うん、ほくろん、ほくろ誰のほくろ入ってる、ほくろ数えるって人よね、はいはい、え小柳ゆき違うか。ほくろ数えましょう。キスでした。ごめんなさい。キスか。キスでした。ほくろとごめんしか出てこないよ。一から。ごめん。ごめんはなしです。ごめんなし。単純に私が間違ったから。ほくろ？シナリンゴ。ほくろを数えると。シナリンゴじゃないか。じゃあそこに。ほくろ取ったからな。ほくろって歌詞入れる？ほくろしかないやし。じゃあもうほくろってやるから歌詞全部飛んだんですよ。ほくろ。ちょっと待って、コメント来てるかな。来てる来てる。あ、切れた。うん、え？はい、ということで。線抜いたの？線切れた？線正雄。線正雄。これやばくないですか？今線抜けたんじゃないですか？そう。え、画面映ってないですよ。トラブル発生しました。ちょっと。うわ。っていうかもう、うん、やばいですね。まあ、あでも、あ、出た出た出た、よかったよかった。皆さん正解では出てないですね、今と出てない。すみません、なんか歌うか、ちょっとヒントください、うん、もう一回歌うか、ヒントをください。あの、ドラマの主題歌で使われてました。いつのドラマですか、何年代。90年代。それも言えないんですか。ちょっと待ってよ。結構最近かも。不倫系の、うん、去年不倫でしたっけ、去年のドラマ。昼顔？あっ、おお、はマジ？来てるよ来てるよ。でも俺分からないんですよ。近い近い近い。来てるよ。昼顔の曲は知らない。うん、あ、カトゥーンだ。カトゥーンのやつだ。ほくろ？ほくろのやつ。あれ？昼顔って誰がだったかな？昼顔、まあそうね、昼顔って言ったら大ヒントになります。だから昼顔の曲なんでしょ？だから、うん、みんながこんなに驚くってことは、ただ分かんないんだよな。誰がだったのか分かんない。カトゥーンだって。カットゥーンではないです。ジュジュとか違うんだろうな。なんか色的にはな、色的に近い近いかな。西野かなじゃないよね。全然違います。あ、手島葵だ。違う。手島葵急になんかテルーでしょ、あれテルーの大将。癒し系ですねこれ。もう不倫のドラマってことで、曲もやっぱ歌詞もそれなりにエロい内容ですよね。マジか。誰だろう。アーティストも曲も歌手あの歌う声じゃなくて、うん、あれも何も出てこないの。ケインさんがいいこと言ってるんだよ、うん、耳で聞いて心で答える曲当てクイズのコーナーって、うん、いいですね。心で答えたら誰も分かんない。心しかねえわ。もっとちょうだいヒント。もっと昼間もヒントなんでしょ、多分これじゃないでしょ。ない。 Google があれば、Google があれば。難しいか難しいか。もっとちょうだい。人とようさんが歌ってます。あ、わかんない。人とようさんが、いや、わかんないです。ごめんなさい。わかんないか。だって俺、もらい泣きか、あれしかわかんないです。あの、有名な。テレビ見ない人でしょ？花水木か。うん、花水木。それしか知らないですもん。バナさん、なんか歌えたりしますか？これは、無理、うん。今日は振らないで。今日は振らないで。今日は頭働いてないで。今日はノーですと。一応もう正解出すか、あれしましょうか。はい。じゃあ、ちょっともう分かんないです、うん、正解は人とよさんの他人の関係です。じゃん、ダンチャンチャランチャン。パールライス。みんな分かるんですか。あれ、パールライス。パールライス。そう、これね、人とよさんがカバーなんだよね。金井勝子さんが歌っている曲なんですけど、うん、それを人とよさんがカバーしてるんですよ。カバーしたんだこれ。そうなんです、うん、
あ、じゃあ元の曲また有名なんですね。じゃあ、元は古いんだ、とっても。そうですね、1973年。わお、はい、パッパッパヤッパーの印象的なイントロと振り付けで。パッパヤッパーヤッパーと。違う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 。あ、3年目のわけだ。ごめんなさい、あの全然そして今夜は今夜くすぶるような俺わかんないです。てかこの2人かほくろ、この2人でやっちゃダメですね。だから前も言ったんですけど、あ、そうです。2人とも曲が偏ってるから。そっか、でもリスナーさん分かる人いるかな。オリコンランキングテイルルさん、有名なやつとか。テイルルさん教えとこまで言ってんだよ、うん、これオリジナルの人のことだ、ね、これ昼顔で使われてた。これすごい残るね、このリズム。そうなんですよ。で、この金井勝子さんが最初歌った時は、うん、当時なんかね、パパッとライスの CM で使われてたらしいです。パールライス、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 パパッパールライスなんだ。あ、パッパッパヤッパーパールライスおみたいな感じで。あ、これこれパールライス、パールライス、パールライス、パパッパパールライス、パールライス、この振り付けと一緒にあの出てたらしいです。へー、はい、いいね、わ、うん、かんないっす、ごめんなさい。ちなみにこれ私今回の舞台で歌ってました。あ、嘘、歌った？歌ってたよ。絡みのシーンで。あ、歌ってたっけ？さんが言ってた、あのチンコエマージャンシーの時？チンコエマージャン、あ、チンコエマージャンシーの時これ流れしたっけ？知らないふりよ。チンコエマ、チンコエマージャンシー勝てないじゃん。あの インパクト、パッパッパヤッパは。チンコエマージャンシーあった。チンコエマージェンシーで盛り上がらない。何回言うわチンコエマージェンシー。何回も出てきたから、このコーナーでチンコエマージェンシー何回。もういいわもう。コーラ進まないけど。進めよ進めよ、キル、はい、正解はパールライスでした。正解は違う、パールライスだって。あ、違う違う、はい、他人の関係、他人の関係ですでした。いい響きだ、なんちゅうそれ方だ。じゃあ2曲目、はい、おいよ、頑張っていきますか。朝目覚めるたびに君の抜け殻が横にいる。ぬくもりを感じたいつもの背中が冷たい。まだあるよ。苦笑いをやめて思いカーテンを開けよう。眩しすぎる朝日、僕と毎日の追いかけっこだ。さあ何でしょうか。俺これ絶対聞いたことある歌詞。ぬくみずさんが重いカーテンを開けるってところまでは分かった。どこにぬくみずってあれ、ぬくもりでしょ。あ、ぬくもりか。ぬくみずさんが重いカーテンを頑張って開けてるんだっていう描写は。クイズ中にボケたらもう歌詞忘れちゃったよ。忘れんだよもう。全然なんだって、抜け柄のところなんか聞いたことないの最初の下りから。全部キロロに聞こえる。めちゃくちゃ有名ね。キロロだ。最初のフレーズね。最初のフレーズがもうキロロだろ。違うよ。キロロだ。全然違う、キロロじゃない。最初のフレーズで、うん、多分バレると思ったから、ね、最初のやつすっごい聞いたことある。あ、歌詞結構高み来てるの今日、うん、でも微妙なラインで寄せてる。そう、微妙だから、ただこのやっぱ変えてるから曲調、うん、なんか出てこないですねやっぱりね、歌詞だけじゃ。ケインさん聞いたことあるはずだけど思い出せ。最初のところだけもう一回言ってもいいですか、うん、最初の。あ、それがいいね、うん、それだけでいいです。もう最後も言ったら長いんで、うん。ちょっとクレーム出しちゃった。時間的にね。時間的にね。今時間的に。最初ね。はい。朝目覚めるたびに君の抜け殻が横にいる。わかった？わかった多分。お、すっきりしたかい？ただこれどうやって答えればいいんですか？え？バナさんに言われてなくて、いやサンチェスが分からないんでしょ。あ、そうなんだ。俺分かんない。でもなんか抜け殻らへんでちょっとゾクッとしたけど。あれ？でも俺違ったら恥ずかしいんだよな。サロの心さん、セミ？それは先週です。もういいよ、言っても。まず、歌詞名言っていいですか？あ、だってもう時間切れ。スキマスイッチ？あ、違う。全然違う。あれ？違うんだ。全然違うし。もう違うさ。でも、男性の曲では合ってます。あ、朝抜け。福山雅治だ。
違うでしょ。あ、違う。抜け殻。あれ、俺隙間スイッチっぽかったんだよな、なんか。今日俺それ意識して曲メ持ってきたよ。あ、そうなんですか。あ、そう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 、ヒント出してましたね。え？ヒント出してたよ。あ、椅子。今日の1曲目。だから、あ、平井堅さんですか。お、いいね。あー、わかった。朝目だね。そう、朝さびにだ。あ、抜け殻が。瞳を閉じてかい。それだ。ああ、それだ。もう。さあ、聞いたことあると思ったんだよ。よっしゃ。スキマスイッチとなんか曲調が似てるんだよな。こんなところに伏線があったとは。それだ。ああ、もう平井め。平井健悪くないけど。平井め。平井健悪くないけどね。何でしたっけ、チンコステーションでした。チンコエマージェンシーだ。チンコステーションって。なんだそれ。チンコエマージェンシーがクソ。ちょ、今聞いてる人分からんからね。なんだエマージェンシーって。ケイさんが反応してるからね。まあ、ひとみんのね、舞台の中であったんですよね、こういう。そうなんですよ。誘う、30代男性を誘うシーンで。誘うシーンで。誘われた30代がチンコエマージェンシーと。そうそう、叫んでね。ひとみんを閉じてって。そういうことだったの。人生の幕閉じんの。閉じないとしない。今は生きてください。ま、そう、正解は平井堅の瞳を閉じてでした。あら、そう、今流れてる曲。でも平井堅ぐらいがいいレベルかもしれない。うん、俺はこれぐらい有名じゃないと、うん、難しいですよね。じゃあ多分自分たちのレベル低いですね。だから、いや、曲のバリエーションは、ね、低いな。あの、他人の関係は舞台見てるからちょっとヒントを与えたつもりだった。見てても歌手名、違う着眼点で見ちゃってるからな。いや、歌手名と曲名が出てこないです、分からないですもん。聞いたことあっても多分。あ、だから着眼点どこで見てたんですか。着眼点ということで、はい、どちらもあのドラマのに使われている曲ということで、はい、あの、選んでみました、うん、はい、素晴らしい。以上、皆さん楽しんでいただきましたでしょうか。楽しかったです。あーってなるね、本当に。ちょっと難しかったですね、今週は。以上、ひとみんのコーナーでした。あらあら、ありがとうございました。ちょっと終わりも、ね、もう今日はいい時間で、びっくりした話してねえよ。そうだ。いや、こんなんじゃないですか。いや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 、もうだってゲスト不在でびっくりしてるんだから。それが一番のびっくりですよね、一応今日は。ということで、FM ギノワンから 79.7MHz でお送りしております。ABIC の ABIC リラジオエンディングに近づいてきました。ということで、今週の視聴者プレゼント。先ほどのですか？そうです。ということで、ビデオダビングからの ABIC。はい。ダビングからの ABIC。ABIC が参りました。ね、今日なんかある。ということで、1000円分の商品券を3名様にお送りいたしますので、プレゼント希望の方は avic@fmギノワン.com。abic@fmgnon.com にお名前、住所、プレゼント希望と書いてお送りください。はい。そして、あ、提供読みか。そうですよ。今日ごめんね、なんか今日みんなちょっと疲れてるかも、ね、疲れてないです。そんなことないです。いつよ。いや、言い訳だな、これは。ごめんなさい。そうですね。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで、小回りの利く映像プロダクション ABIC、 片枠解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りしました。ということで、うん、この時間が参りました。大丈夫、ラッパリ読めますかね。何、どうした。ラッパリの主が腰つってる。やばい、できる。読めますか。読めます。とりあえず読みましょうか。ということで、読んでみましょう。やっぱりラッパリ、やっぱりラッパリです。こんにちは。こんばんはです、もはや。こんばんち。こんばんち。ということで、今日ゲスト不在で、はい、やってまいりましたが、はいはい、どうですか、7月入って元気ですか。なんとも言えないです。背中つってます。背中つってます。背中ないけど背中がつってます。今日テン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 何ですか、小梅太夫って。言わないのね。言うのかなって今待ったけど。みんな弾いてください。ということで、弾きます。はい。ということで、ということで、今日は黒の人参ということで、来週のテーマは漫画でございます。漫画です。来週のテーマ漫画です。ねえ、4月15日は週刊少年チャンピオンの創刊記念日ということで。チャンピオンの創刊。あ、なので、まあ全然関係ないですよね。クラプラバキ、小山菊之助。すっげー読んでんな。やっぱりやっぱりめっちゃ読んじゃった。ということで、漫画のあるある何でもよろしいので、どんどん募集しております。よろしくお願いします。では戻します。はい、あはん。
どっこいしょ。来週のテーマ漫画楽しみだね。うん。漫画。ね、すごいね。これ盛り上がるんじゃない？相当盛り上がると思います。うん、漫画読まないんだよな私。ああそうなんだ。うん、唯一、ワンピースぐらい。全然わかってない。ワンピース、もう最近のワンピースですか？それも。昔ですか？うん、昔。初期の頃の。はや、これハマる。やばいと思ってやめた。ルフィって腕伸びるんですよ。知ってるよ。あ、そこまではたどり着いた。一番最初だし。シャンクス腕食べれます、食べられますよ。食べれますって。シャンクスの右手も美味しいですみたいな。どういうこと？じゃあ食べれますって言うから。どういうこと？ごめんなさい。わかります。わかります。すいませんでした。拾わなくて。ラッパリさんもお疲れ気味って。ねラッパリさん、うん、いや今日絶好調だと思いますけどねラッパリ絶好調でしたよ今日立ち上がって背中つったって言ってましたよねだからよあれは俺ですあれは僕ですよテンション上がりすぎちゃったんだねいやいやそんなことないですこれ、うん、一応普通ぐらいですテンションね本当にちょっとびっくりしたこといっぱいありましたけど、うん、あとまだちょっと時間あるんですけど皆さん、はい、何か告知とかあります、うん、告知あまだあそうかちょ次舞台またあるけどまた決まった時にあいいあ次は何役ですかもしわかんないなんか多分ファンタジー的な感じおいいねなんかどんな役やりたいとかあるんですか一応ひとみにもし今何でもやりたいですねえ露出多めの妖精とか何それ露出多めの妖精露出多めの妖精とか何役それティンカベル役柄がティンカベルあティンカベル、ね、ティンカベル妖精は基本的に露出多めだからうん肌見せたがる派だから妖精はそうねそうなんだ、ね、偏見だねそれサワロの心さ自分の名前ワンピースのキャラから来てるよってああそうなんだまさかのへえまさかここでつながりがあるとは ね、うん、ね次の舞台には見に行けるよう予定合わせますねってケインさんお願いします多分今月末か来月頭、うん、結構早いねそうですねうん、うん、あへそうなんですもうすぐすごいね顔合わせがすぐ近くなって、これからキャスト絶対面白いですね。ラタイ役役かなタイ役ラタイ役がちょっとよく分からんけど分かんないけど若いうちにそういうのやれるならやりたいです、ね、なんかねちょっとなんかやりたい自分たちもやりたいですね演技っていうのねあやってみたいねひたすら演技中後ろに立っとく役とか、うん、えエキストラそう役じゃない無言のなんか無言の何かあの人は何だったんだっていうなんか前言ってなかったっけガムの役するってガムあ言ってたね床にへばりついてるへばりついたガムの役やるって言ってた高見がその踏まれて寝ちゃって伸びる、うん、伸びるこの粘着具合を演出するっていうね、うん、ごめんなさい、はい、あと30秒しかないですそうだ、バルスお願いしますはいこの後はアニマ兄貴のクールジャパン沖縄ですよアニマ日記もちょっと体調悪そうなんだよな最終回そうなんだ気をみんな夏バテ本当にね気をつけてほしいそうだねはいでは聞き続けをひょめるけれどもお聞きください大丈夫ですかマキマキで皆さんみんなすみませんでした、ま、聞いてねバイバイセイグッバイクルクフルフーじゃねえわありがとうございましたありがとうございましたギリだったでしょうね